ニエロ造眼を施されたキリスト誕生と崇拝を表した二連祭壇が1500年頃のパリのもの黒いスターズ美術館ニエロ技術の使われた民伝の十字架1070年か1120年のものニエロはイオ、銅、銀、それに通常鉛からなる黒色合金定まった比率はないが銀4、銅2、鉛1が一般的 彫刻を施した金属への造眼に用いられる。また、金属からカットされた美術作品の中に詰め込むのに使うこともできる。ニエロ装飾の起源は古代エジプト人が始めたと信じられ、中世にヨーロッパ中に広まった。15世紀中期のフィレンツェの金細工師たちは、ビューランで金属を彫刻するという方法で、作品を装飾していたが、その後は、 ビュランで作ったくぼみに、銀、鉛、硫黄からなる黒いエナメルを満たす方法を使い出した。そうして生まれた作品は、ニエロと呼ばれ、極めて強いコントラストを持ち、その結果、より目立つものとなった。ニエロ細工を施した太陽国のソーシングは、1920年代から1970年代にかけて、その地に駐留していたアメリカ兵が、帰国して、 ガールフレンドや妻に贈るプレゼントとして人気があった。そのほとんどは手作りのものだった。その技術は以下の通りである。ニエロ細工は黒と銀のみで塗られていることで分類されている。同じ時代に起源を持つ他の色のソーシングは異なる技術が使われ、ニエロとは呼ばれない。ニエロ細工に見られるキャラクターの多くはヒンドゥーの伝説ラーマーヤナのものである。 重要なタイの文化的シンボルもまた盛んに使われている。大きな商業的価値のあるニエロサイクの送信具はない。ものの、それらは素晴らしい記念品であり、鑑賞をそそるものである。また、マッチしやすく、面白い話の種を提供してくれる。主なものに、ネックレス、ブレスレット、ブローチ、ネクタイピン、指輪、イヤリング、ペンダント、ボタン、鍵タバコ入れなどがある。 10世紀から13世紀の間、キエフ大公国の職人たちは、他の世界のどの国の職人よりも、高いソーシング製造技術を持っていた。熱した、鉄、牢、石の鋳型、ニエロや、尻尾の造岩を含む技術を完璧に使いこなし、キエフ大公国の職人たちの手による作品は、当時、世界で並ぶものがなかった。12世紀の東ローマ帝国の著述家、 ジョンとセッチスは、キエフ大公国の職人たちを称賛し、その仕事を、キリシア神話に出てくる名工、ダイダロスの作品に例えた。ニエロは、様々なものに使われた。剣の塚、聖杯、皿、格上の器、馬のための装飾品などがそうだが、最も多く使われたのは、女性のための装飾品などがそうだが、最も多く使われたのは、女性のための装飾具で、具体的には、ネックレス、ブレスレット、指輪、トルク、ペンダント、 ボタン、ベルトバックル、ヘッドドレス、などである。キエフ大公国のニエロ塗りの技術は次のようなものである。型を使って大量に作られたニエロ製品はギリシャ、東ローマ帝国、さらにバリアーグギリシャ間の交易路に含まれる国の人々に取引された。それらは現存している。1237年から1240年に、 かけてのモンゴル帝国の侵略で、キエフ大公国全土は荒らされ、村や仕事場は焼かれ、土地は壊され、多くの職人たちが殺されてしまった。ニエロや、執法の技術はそれ以降減退してしまった。主に、ウクライナ中で見つかった墓から回収された、ニエロ製品の巨大なコレクションが、キエフのウクライナ歴史宝物博物館にある。ありがとうございます。